会場の皆様こんばんばは、えー、豊田芳之と申します、えー、私はこの公開討論会を主催する八重山青年会議所の出身で1991年入会し青少年の海洋少年団の担当に始まり40歳で卒業するまでの19年間地域づくり人づくりまた国際交流町づくり活動を通してさまざまなことを 学ぶことができました。2006年に第45代理事長を務めた年、この年も石垣市長選挙があり、当時の大浜長照市長が4期目を目指す市長選挙で、今日のような公開討論会を主催したことを懐かしく思うとともに、とても因縁めいているなと、とても感慨深いです。この19年間の八重山 JC での地域づくり活動や、 青少年の健全育成活動、国際交流で培った経験が市議会議員となる動機にもなりこの度の市長選挙に挑戦する動機の一つでもあります。これらの活動や市議会議員3期の活動を通して石垣市は離島でありながら我が国最南端の豊かな自然環境とそれに育まれた伝統文化を有する人口約5万人が暮らす島で 一定規模の都市機能、経済規模がある日本を代表する国際観光都市ですが、復帰後50年間の10年ごとに行われた5時にわたる沖縄振興特別措置法のもと、この沖縄振興特別措置法のもとに行われてきた社会基盤の整備や経済振興策でもってしても離島であるがゆえの特別な 環境によるものや地域独特の様々な課題がいまだ山積しておりその課題を解決していくための政治が果たす役割はとても大きくそれを責任を持って担っていく所存ですこの島に生まれこの島に住んで本当によかったとこの島に住むすべての方々がそう思える石垣市を実現するため市民との対話で作る開かれた石垣市を基本理念といたします はい、えー。皆様、こんばんは。えー、中山吉隆です、えー。今日はあ多くの皆様、会場にお越しいただきましてありがとうございます。まあ、特に、えー、今回は青年会議所の主催ということで、えー、八重山の高校生の皆さんにもお声かけをいただいたということで、えー、高校生の皆さんが、まあ、18歳ということで、えー、選挙に関われる、また政治に興味を持っていただいて、この場に来ていただいたことを感謝申し上げます。えー、これからのちづくりにおいても、やはり若い人たちも含め、 多くの皆様に関心を持っていただき、そして政治にも参加いただく、まあ、このことが大変重要かなというふうに思っております。先ほど豊田さんの方からもありましたように、まあ、私自身も実は青年会議所で同じような形で活動をさせていただきました。2006年、青年会議所理事長を務めさせていただきましたが、その際に新空港の開港という大きなイベントがありました。 その空港開港に向けた動きだったんですが、1万人の署名を集めさせていただき、全面広告で新聞に広告を出させていただきました。一人一人の名前を書いて出させていただきました。そういった新聞広告を持って、県や国に新空港を作りたいんだという、八重山の皆さんの思いを伝えるために行動しました。その時に政治が大きく動くこと、政治で街が大きく動くことを感じました。 さあ私が政治を志すきっかけでございます。この12年間で市長という仕事を全力で務めさせていただきました。老朽化した消防車の、消防庁舎の移転や、食肉センターや仮想場、また給食センター、様々なインフラの整備も行ってまいりました。子供たちの学習環境や整備や、そして子育て支援を進めるためにも、待機児童解消ゼロを を目指して頑張ってまいりました。実際に昨年待機児童ゼロを達成いたしましたけれども、まあ、そういった意味で私自身は市長という仕事を12年間全力で全うしてきたつもりでございます。ただ、開校して72万人だった観光客が148万人まで伸びましたけれども、ご存知のように2年間コロナで非常に厳しい状況になって、昨年の観光入客数は54万人というところまで落ち込みました。 観光客の落ち込みと,とともに、経済も非常に困窮しております。そういった状況の中で、この市長選挙を迎えるにあたりました。3期12年間で一つの区切りと思っておりましたけれども、やはりこの失われた2年間、八重山の経済、石焼きの市民の皆様の生活環境を取り戻すためにも、今一度市長という立場で頑張っていきたいと。そして皆さんとともに前を向いて、もう一度笑顔と元気を取り戻す。 石垣市にしたいということで、今回出馬する決意をした次第でございます。